就活始めたのは大学4年生の10月っていう。大学4年生の10月、うん、すごい納得ないて、はい、夏も SNS を活用してました、はい。どうもこんにちは、シャンダリーメンバーの大塚紀穂です。新しいメンバーの稲山和樹です。お願いします。お願いします。私たちあの世間的には珍しい一橋ペアでお送りしますそれから稲山くんは他の動画にも登場すると思うので皆さん応援してあげてください。緊張してるんですけどよろしくお願いしますお願いします。はじめまして、石井祐希と申します。関西の大学の立命館大学に今年の、3月まで、うん、通っておりまして、4月に、卒業し、そのまま東京のチャットワーク株式会社というところに就職させていただいて、今社会人3ヶ月目が終わったような状況という形になっております。で、まあ、もともとちょっと個人事業主っていったものを、学生の大学3年生の時に始めさせていただいていたところがございまして、まあ、そちらも一番継続させていただきながらこういった SNS の発信でしたりとか、はい、活動の方を行わせていただいているという形になっております。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。ということで今石井さんの自己紹介にもあったように今日はその、まあ、SNS の活用だったり、はい、個人事業主、まあ、フリーランスというような活動も、まあ、学生の間にできるんだよということを、まあ、皆様にも知っていただきたくてこの動画を撮影しております。そのこれまでどういう、まあ、ご経験をされてきたのかなっていうのをお聞きしたいです。 ありがとうございます。経歴みたいなところで言いますと、はい、まあ、社会人歴でいうと3ヶ月しかなっていないというところではあるんですけれども、はい、大学のそうですね、3年生の時にもともと学生団体で始めていたものの延長線といった形で、まあ、その当時でいうと人材領域といいますか、はい、新卒採用の支援というところを中心にまずは始めさせていただいていたんですけど、はい、ちょうどまさにコロナがちょうど来た時期だったりもしていたので、まあ、あの1年間ほど行っていてうまくいかなかった部分もあったんですけど、はい、まあ、ちょっとコロナがそこをちょっとシフトしていかなきゃいけない、変えていかなきゃいけないというところで、はい、途中でまあフリーランスの部分にですね転身させていただいて、あのちょっと活動を続けていたような形でした。個人事業主って学生だとあんまり、まあ、挑戦しないというか、はい、そもそも聞かないかなと思うんですけど、はい、なんかどういうきっかけで始められたんですか、それは。そうですね、僕の場合あの何でしょう、続けていきたいっていう思いが最初あって、はい、でそれを続けていくためにたまたま手段がそれだったっていうだけだったので、なんか昔からその何でしょう、起業したいでしたいとか、はい、なんかそういう思いが強くあったかというと、僕の場合あんまりそういうのはなくてというのが正直なところでして、どちらかというといろいろな活動をやっていく中で、あ、こんなことも新しくできるんだとか、はい、意外と学生でも年齢関係なくできる部分って少なからずとも少しずつはあるんだっていうところをちょっとずつ知っていってやっていたような形でした。はい、なんか僕からするとその大学3年生になったら就活をして就職するのが当たり前だよねみたいな、はい、そういう風潮ももちろん一方で分かるんですけど、はい、まあ、それ以外の道もあるよねっていうのをなんとなく感じていて、選べないなみたいなところはちょっともったいないじゃないんですけど、自分の感覚としては他の道っていう、他の選択肢っていうものも知れたら嬉しいなってところがあってっていう形でしたね。はい、今その就活をする選択肢以外もあるというような話をお話をされた中で、今あの入社されてるじゃないですか。はい、本当就活始めたのは大学4年生の10月っていう。大学4年生の10月、うん、なので、はい、実は去年の10月、はい、まだ就活始めてなくて、今僕が入社させていただいているそのチャットワーク株式会社っていうところ、はい、11月に初めて選考を受けさせていただいたので、はい、実は今年の22卒の新卒で入社したんですけど、はい、内定式が終わった後に飛び入りだったみたいな、はい、結構イレギュラーではありました。私たちからしたら結構ギリギリのラインで就活されたんだなっていうふうに感じるんですけど、なんかそういうのに焦りだったり、はい、まあ、周りの人ももちろんそういう就活されてる方が多いと思う、はいはい、まあ、不安だったり、はい、なんかそういう思いはなかったんですか。いや、もう今の質問です、ね、面接官の方に何だったっていうぐらい、はい、本当によくいただくようなご質問なんですけど、はい、休学校1年しておりまして、うんうん、どちらかというとよくその聞かれるところとしては、休学をするにあたってなんか怖くなかったんですかとか、不安だったんじゃないですか、はい、本当僕の周りの同期ももちろん就活していたので、はい、まあ、その中で僕一人だけ休学してみたいなところは、
不安なところももちろんあったのはあったんですけど、なんかそれがみんなと一緒の道を歩んでいるからの安心感なのか、それとも自分の頭の中を必死に考えた上で出した結論の中で、自分にとっては結構その休学するっていう選択肢も1年半ぐらいかけて休学するメリットデメリット、ストレートで行くことのメリットデメリット考えて、できる限りデメリットを減らしていこう減らしていこうっていう準備に1年半2年ぐらいかけていた上での選択やったので、10月から就活するってなったら、はいはいはい、ちょっと遅いというか、世間的に言ったら遅いみたいなイメージがあると思うんですけど、はい、そこについてはどんなふうに考えてらっしゃったのか。ズバリ遅すぎだって22卒の新卒の枠を開けてらっしゃる企業さんって結論ほとんどないんですよ、うん、そういう一般の応募っていう形はほとんどなく、9割近くぐらいが紹介、なるほどで内定者の方とか知り合いの社会人の方のなんか営業マンの方から人事の方とかを紹介していただいたりっていう、そういった経緯でしたり、その中でちょっとビビッとくるものが自分の中であって、そこがまあその日本で一番その利用者人数が多いビジネスチャット、運営しているチャットワークっていうところ、働こう楽しくもっと創造的にっていうミッションを掲げてらっしゃるんですけど、なんかそこに自分自身のこれまでの働き方でしたりとか、なんか生き方みたいなのを感じた時に、なんか社会人だからなんか学生の時よりもつまらないねとか、なんか学生が一番人生の楽園だよじゃないですけど、大学生が一番楽しいよ、もちろんそういう側面もあるとは思うんですけど、そうじゃない側面もきっとあるのかなと思っていて、はい、そういうところでいいなというふうに思って選考を進めていたって形でした。すごい納得ないっていうというか、はい、なんかやっぱりその、まあ、私たちの大学とかだと、はい、本当にもうみんなが就活してるから就活する、みんなが大手に行くから大手に行くというのは人が多い中で、はい、結構ちゃんと意味を見出されて、でちゃんと自分に合うか合わないかを考えて選考に進まれてるっていうのがすごい印象的なお話でした、はい、ありがとうございますこれが本当の納得内定だなと感じました。なるほどですね、世の中の正解一つだけじゃないんだなという、はい、就活のあり方も一つだけじゃないですし、さっきの話の中で、まあ、10月以降だと、はい、人づてに面接進んでいくというようなことがあるというふうにお伺いしたんですけど、はいはい、なんかそういう人づてっていうのはどのように見つけられてたんですか？あ、そうですね、あつも SNS を活用してましたっていうところで、はい、最初は本当にそのどの SNS が使えるのかっていうのはもちろん僕もわからなかったので、うん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 、いろいろと試していってたっていうのは結論だったんですけど、はい、その中で自分にとってその相性が良かったとかは、はい、リンクトインっていう、まあ、まだそこまで日本で特に学生さんでのユーザーって本当少ないっていうのはあるんですけど、うんうんはい、それは結構僕にとっては相性が良かったなと思ってだいぶ使ってました、ね、へえ、はい、あんまり本当学生で使ってる人聞かないですね。それこそ、まあ、Twitter とか Facebook で、会社の人とつながるっていうのは聞いたことありますけど、はい、初めましてです。そうですよね、はい、なんか僕もその本当最初知ったきっかけとかも、はい、社会人の方から、はい、こんな SNS があるよって完全実名性なんですよね、うん、なのでその Twitter って結構匿名性のものなんですけど、はい、どんな人が分かって、うんうん、どんな職を今されてるか分かって、しかも前職がどんなことをしていてっていう、その、うんうん、その人 そのキャリアパスというか、はい、どんな経歴を追ってこれまで辿ってきて今あるのかっていうものを、はい、SNS 上で全部見れてしまうってい うで、しかもそれは完全実面性なので、はい、まあ、そういう意味では本当その信頼に足るというか、う安心できるっていうところで、あ、いろんな人がいるんだっていう、いろんな経歴があっていろんなキャリアパスを取ってるんだっていうところを知れて、でかつ Twitter とか Facebook のテキストメッセージの文化の、はい、SNS ですけど、はい、それこそインスタグラムとか TikTok とかは完全にあの動画重視だと思うんですよ、はい、で僕がどっちかっていうとそのテキストコミュニケーションの方が相性が良かったというか、うん、結構発信しやすかったりしたところもあって、はい、その実名性の部分とテキストで結構やり取りするっていうところでの、うん、なんかしっくりきたというかマッチしたっていうところで使ってました。へ、はい、Facebook のよりキャリア寄りというか仕事寄りみたいな感じなんですか？あ、そうですね、人によって使い方はもちろんバラバラだと思うので、うん、Facebook ももちろんその仕事向けに使ってらっしゃる方も全然いらっしゃいます、うん、
ただ Facebook ってその結構知り合い同士でつながるもんというか、はい、なので知らない人とつながる、例えば知らない方からつながり申請来ました、友達申請来ましたって時に誰だって見て、例えば共通の知り合いが誰もいないとか、多分拒否しちゃうっていうのがしますよね、はい、僕もやっぱしちゃうなっていう、はい、だからそうやって結局その SNS の特徴というか、これは友達とつながるもの、これは知り合いとだけつながるもの、これは知らない人とでもつながるものっていう、なんか色が違うなとは思ってるんですけど、それがそのリンクトインの場合は知らない人とでもカジュアルにつながる、でも実名制だから知らないんだけど信頼できるものになるところが一定あって、そういうなんか使い分けみたいなところで僕は使い分けてました、ね、なるほど。去年の10月に一度東京に、まあ、ちょっと用事があって来ることで、はい、せっかくなのでリンクトイン使っていろんな人にお会いしたいなとか、オンラインからオフラインに変えるじゃないですか、はい、オンラインでできるつながりをオフラインでも活かしたいなと思って、はい、お会いできる方いませんかっていう、もうドストレートな投稿したら、それこそ25人ぐらいの方からコメントいただけて、まあ、ちょっと当日会えない方とかもいらっしゃったんで、はい、半数 10人ちょいぐらいの方と初めましてみたいな感じで、リンクトインでお世話になってますんで話でお会いさせていただいたってところがありました。まあ、オフラインで会われた方だったり、はい、まあ、オンラインで仲良くされてた方経由で企業を紹介していただいたり、はい、まあ、ここの社会人の方を紹介していただいたりというような、実際そういう形でしたね。すごい、使ってる学生が少ないからこそ、はい、ちょっと穴場じゃないですけど、まあ、めでてくれるというか、そうですね実際それ本当僕は感じてまして、はい、僕がリンクトインを頑張れた理由っていうのも正直そこなったんです、まあ、Twitter って短い言葉で、はい、まあ、それこそインパクトある言葉いかに残せるかとか、うん、いかにキャッチ差があるかみたいなところだと思うんですけど、はい、なんかやっぱ同じ学生での発信してる人ってめっちゃ多いなっていうふうには思ってます。まあ良くも悪くも Twitter 就活例えばことで生まれていたように、まあ、そのどの SNS でも就活ってもちろん使えると思ってはいたんですけど、だからこそのライバルが少ないじゃないですけど、まあ、純粋にプレイヤーがいなければいろいろとチャンスって埋まってるかもしれないよねっていうところもあって、あ、可能性あるかもしれないっていうところで始めましたね。まあ、今のうちに最初にやっておきます。私には秘密にして。最後に石井さんに、あの見てる学生、まあ、視聴者の皆さんに応援メッセージをいただけたらなというふうに思います。はい、だから僕の意見というところでお伝えできればと思ってまして、はい、あの元々僕ちょっと、まあ、昔に持病を患っていたみたいなところが一度あったんですけれど、なんでその生まれ持った環境でしたりとか、なんか僕自身昔から恵まれていたみたいなところがあったわけでもなく、むしろ結構苦労していた部分も一部ではあった部分がありまして、ただその生まれ持った環境でしたりとか、なんか生まれ育った地域でしたりとか、もしくは持病だったとか、なんか親子関係で難しかったとか、いろんなそういった背景はあると思うんですけど、そういった生まれ持ったものに対してなかなか人生って思うより浮かない時期というか、結構運要素も強いなっていう風に、あの僕自身思っていた時期が一時期あったんですけど、とはいえだからといってじゃあ諦めれるかって言うと諦めれもしないわけっていうところで、なんかその自分のこれまでのいろんな制限でしたりとか、その中でどういうふうにうまく動いていくかっていうところで、うん、SNS っていうツールが僕にとってはすごい使えるものを熱して、うん、なんかその自分の可能性というか選択肢を広げる一つのツールみたいなところとして、まあ、もし使えるなとか使ってみたいなと思う方がいたら、なんかそういうところはぜひ使ってみて、でまた使ってみて合わなかったらやめたらいいし、会えばやったらいいしってところで、まあ、そんなハードル高くなくやりたいとかちょっと興味を持ったことに対してはまず一歩踏み出してみようみたいなところがあれば、少しずつも変わっていくんじゃないかなっていうところを僕自身の実体験でちょっと感じた部分があったので、はい、もしよければ検討してみてください。すごい刺激がもらえたというか、まあ、リンクトイン使ってみようと個人的に思いました。はい、ありがとうございます。今石井さんが勤務されているリサートワークさんの対応ホームページだったり、会社のホームページ概要欄にあるのでチェックしてください、はい、リンクトインのアカウント登録も概要欄のリンクからできるので、気になった方はぜひ登録してみてください。ということで今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
はい、動画をご覧いただきありがとうございました。今回動画の中で紹介したリンクトインですが、リンクトインさんのご協力によって10名の皆様に抽選でプレゼントをすることになりました。ありがとうございます。プレミアムプランを体験できるということですので、興味のある方は概要欄の応募フォームから応募してみてください。よろしくお願いします。